ベツレヘムの星。ベツレヘムの星とは、キリスト誕生の際、誰も見たことがないほどの大きな光を放った星で、その光に導かれ、東の方から3人の賢者をキリストのもとに導いたとされる星のことです。ベツレヘムの星の正体については諸説あり、ハレー彗星説などが有力ではありますが、今なお研究者の間では議論されています。こんにちは、藤吉田です。前回までの動画で空飛ぶ島について動画にしてきましたが、今回はこのキリスト誕生の星と空飛ぶ島の関係について動画にしてみました。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。ベツレヘムの星。イエス・キリストが誕生した時、天空に見知らぬ星が現れたと言われています。世に言うベツレヘムの星の正体については、これまで多くの説が提示されてきました。ベツレヘムの星とは、東方の3人の賢者にイエス・キリストの誕生を知らせ、ベツレヘムに導いたキリスト教徒にとって宗教的な星です。ここでポイントとしたいのが年代です。イエス・キリストが誕生したのは紀元1年だというのが西暦の定義でもあるのですが、実際にはグレゴリオ暦の元になるディオニシウス暦を作る際に計算違いを犯しており、紀元前4年もしくは紀元前7年だと言われています。紀元前7年説に従った場合、この年には木星と土星が会合を起こしています。ひときわ大きく輝く惑星が2つ重なって、見かけ上1つの星に見えたとすれば、伝統のない古代の人はびっくりしたことでしょう。しかもこの時火星も加わった30会合だったというから、なおさらです。この説を最初に提唱したのは、惑星の運動法則を発見した天文学者かのヨハネス・ケプラーで、彼らが生きていた時代、実際に木星と土星、それに火星の30回合が起こったことがヒントになったとも言います。さらに興味深いことに、この時超新星が出現しています。イエス・キリストの時代にも超新星が輝いていたとすれば、これまたメシア誕生の天の印としてふさわしいのです。この他に約2年の公転周期を持つハレー彗星がベツレヘムの星だという説も根強いです。ジオットが描いたキリスト誕生の絵画には、輝くハレー彗星が描かれていることは有名です。しかし古代人は高度な天文学の知識を得ており、単なる彗星や惑星の会合をもって大騒ぎはしないという説もあります。しかしそうなると、一体ベツレヘムの星の正体は何でしょう。太陽の向こうを公転する反地球ヤハウェイ。その存在が明らかになった時、全世界の人々が白目を向けであろう太陽系の極秘情報の一つに、反地球の存在があります。かねてから SF の世界では、地球と同じ軌道でかつ正反対の位置を同じ速度で公転する双子の惑星が想定されてきました。天体ショーの位置を公転するため、いつも互いに太陽の裏に姿が隠れて見えないといいます。作品によってはクラリオンとも呼ばれる反地球でありますが、物理学的にはその存在は否定されています。ケプラーの法則により、楕円軌道を持った惑星は近日点を通過するときに速度が速まり、結果として
太陽の影から姿が見えてしまうからです。しかしこれには大きな見落としがありました。楕円には焦点が2つあるのです。両方を共有するのではなく、そのうちの1つだけを共有し、かつ点対称の軌道を取った場合、確かに太陽の裏に隠れる反地球は存在し得るのです。と言っても、これまでの観測データから反地球の存在など絶対にありえないと信じていたのは、実は表と裏を問わず当の NASA の科学者たちでした。しかしその確信を木っ端みじんに砕いたのが、1978年に打ち上げた金星探査機パイオニアヴィーナス2号です。太陽の向こう側に入った探査機が地球に送ってきたデータに見知らぬ青い天体が写っていたというのです。すぐさま緊急会議が開かれ、対応が検討され、出された結論は封印することだったといいます。情報が軍事的武器となりうることを知り抜いているアメリカ軍は、その存在をトップシークレット扱いとし、一切をひた隠しにしたまま現在に至っているといいます。後日、反地球には聖書の絶対神を意味するヤハベというコードネームが与えられ、急遽この惑星を調査するために同コード名の軍事探査機が太陽の裏側に向かったというのです。ベリコフスキー理論が証明する巨大彗星ヤハベ。天文学に限らず、今日の自然科学の基本は成立論です。成立論とは、自然において過去に作用した過程は現在観察されている過程と同じだろうと想定する考え方です。自然界の変化は常に緩やかであり、変化は長い年月を経て起こるものだと信じられています。しかし地球とほぼ同じ軌道上にもう一つ惑星が存在するという事実は、この成立論では説明がつかないことに NASA の上層部はすぐに気がつきました。幾多のシミュレーションがなされ、唯一可能性として残ったのはベリコフスキー理論でした。かつて精神分析医であったイマヌエル・ベリコフスキーは、著書「衝突する宇宙」の中で独特の激変論を展開しました。その内容とは、今から約4000年前、木星の大爆発によって巨大彗星が誕生。これが超楕円軌道を描きながら地球や火星などに超接近し、未曾有の天変地異を引き起こし、最終的に現在の金星になったというものです。同様に、金星よりも約500年ほど前、木星から誕生した巨大彗星、それが反地球ヤハベだったとウラナサの科学者は最終結論を下したのです。巨大彗星だったヤハベは金星同様この地球にも接近し、当時は木星の衛星エウロパと同じ曇りだらけだった天体の月を破壊し、その内部にあった熱水をスプラッシュさせました。膨大な量の水はそのまま地球上に落下し、世界中の神話が語り継ぐ大洪水、聖書でいうノアの大洪水を引き起こしたのだというのです。その後、巨大彗星ヤハベは超楕円軌道を描きながら太陽系の惑星に超接近を繰り返しました。こうして姿を消した惑星ヤハベですが、今から約2000年前、太陽系の深部で炎日点を迎えて戻ってきたといいます。これを見た人々は見知らぬ星の出現に戸惑い、これを天の印と崇めました。そう、これがベツレヘムの星なのです。惑星ヤハベは木星や土星の重力に捕まると地球とほぼ同じ軌道を描くようになり、奇跡的に地球の軌道と天体小の位置に収まったのだというのです。およそ理科や天文学の教科書とはあまりにもかけ離れた話で信じがたいですが、それが本当なら面白いですよね。ベツレヘムの星は
もう一つ存在した。しかしベツレヘムの星のすべてが惑星ヤハウェだけで説明がつくかというと、実はここに重大な問題があります。ベツレヘムの星は移動と停止を繰り返しているのです。東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所に止まった。マタイによる福音書第2章9節。確かに金星や火星などは停止したり逆行するように地球から見えます。反地球ヤハウェもまた天体ショーの位置に落ち着くまでに軌道を変化させたため、奇妙な動きをしたように見えた可能性は十分ありますが、それにしても家の前で止まったという表現は説明がつきません。もちろん神話ですから、キリストの偉大さを強調するための作り話である可能性もありますが、ベツレヘムの星の正体はエイリアンの UFO ではないかという説もかねてから指摘されてきました。イエス・キリストを異星人とみなせば、数々の奇跡も説明がつくというわけです。いずれにしてもベツレヘムの星には単なる天体とは別にもう一つ不可解な飛行物体の側面があることは事実です。この謎を解く鍵は実は地球の反対側に残されています。ネイティブアメリカン、すなわちインディアンたちは星に関して実に興味深い伝承を持っています。西部劇にも登場する数族の間では今でも子供が生まれると真っ赤な星を縫い込んだブランケットをお祝いに贈る習慣が残っています。これは通称スターブランケットと呼ばれるもので、今から約2000年ほど前、長い間大陸を放浪していた祖先が赤い星に導かれて今の地にたどり着いたことに由来するそうです。彼らは天空を動く不思議な赤い星を神の化身であるとしてダコタの救いの星と呼びます。ちなみにダコタとは数族の自称です。同じような伝承は最古のインディアンであるホピ族の伝承にもあります。彼らの祖先もまた赤い星に導かれてアメリカ大陸を放浪したといいます。あるものは南北の果て、またあるものは東西の果て。南北アメリカ大陸も十字の形に移動し続け、旅の先で定住した人々もいました。ホピ族によれば、中米のマヤ文明や南米のインカ文明を築いた人々は皆遠い昔に分かれた同族であるといいます。彼らを導いた赤い星がベツレヘムの星、すなわち惑星ヤハウェだったことは時代的に一致しています。ただし惑星ヤハウェが太陽の向こうに姿を消した後、再び彼らを導いた星がもう一つあります。ホピ族はその星を大地の母と呼びます。大地の母の正体はテラス状のピラミッドだった。大地の母とは一般に母なる大地であると解釈されています。地球生命体ガイアのホピ族ならではの表現です。しかしそれは表の意味で、裏の意味は秘密とされ、一つの図形によって象徴されています。大地の母のシンボル、それはラビリンスです。具体的には渦巻きのような形をしており、中に十字を刻んでいます。一体これは何を意味するのでしょうか。興味深いことに、全く同じラビリンスは海を隔てた地中海のクレタ島でも見つかっています。神秘図形の象徴体系は場所や時代を超えて共通しているとすれば、注目したいのは5世紀の建築家アントニオ・ベルリーノ・フィラレーテです。彼は著書「建築論」の中で迷宮の理想都市スフォルツィンダをなんとピラミッド型として表現しているのです。ホピ族の大地の母を意味する四角い渦巻きは、マヤやアステカ文明の神殿、すなわち
テラス状のピラミッドを上から見た形だったとも言われています。2000年前、古代のインディアンたちを導き、イエス・キリストが誕生した家の上で泊まったベツレヘムの星のもう一つの正体、それは世にも不思議な空飛ぶピラミッドだったという可能性があるのです。いかがでしたでしょうか。古代の文明は必要までに星を大切にする文明が多いです。今回の動画で解説した内容はもちろんあくまで憶測で、それが事実である保証はないのですが、古代人が天文学に長けていたことや伝承に残された記録からも絶対ないとは言い切れないのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。